今日はいろいろ聞きたいことが何でしょう。セスさん、ペンライトありがとうございます。まあ、開封って言ってもね、カード開けるだけなんですスマホケース、あ、もうぐちゃぐちゃですね。あとプリン、どうしてもプリンが食べたかった。これね、色の違いかと思ったんだけど、第1弾と第2弾でした。そう、なんか第1弾と第2弾でラッキーカードの内容が違うよみたいな。そう、あ、そう、なんかセパで別れてたら怖いなと思ったのでちょっと入れたんですけど、でもどっちも一緒でした。よかった。よかった。これこちらは後でスタッフが美味しくいただきます。銀の方から第1弾、これラッキーカードが、ね、出たらね、なんかあれがもらえるらしい、カードホルダーが。はい、いきます、せーの、チヨン。これはご存知の方、ライオンズの高橋選手とベイスターズの今永選手。いやん、これでもさ、なんかさ、あれにしてさ、あれ球団ごとに、球団ごとにさやりたいね。あ、この前ノーノー達成した方か。イエーイ。高橋コーナー、これってコーナーって読むんですね。すごい。そう、この前ノーヒットノーランを達成したよってニュースは見ました。じゃらーん、次。これでもさ、企画とかでやりたいね。いきまーす、3、2、1。お、じゃじゃーん、上林選手、そしてタイガースの佐藤輝明選手、じゃじゃーん、黄色だからどっちもホークスかと思った。
とてる、そんなに略し方すんの知らなかったわ。引き強、え、強い感じ、これは引き、そうなの。私さ、他球団全然わかんないんだよね。球団に、球団本当に分かんないんだよね。引き強いんだ、やった。ホークスファン、ホークスファンです。そう、あのね、そう、野球ゲームとかやってるとね、覚えると思うんだけど、ダブりなし、え、ダブることってあんの逆に、こんな選手いて。はい、素晴らしいね。なんかさ、もうちょっと ちっちゃいお菓子にさ、カードだけつけたし、やっぱりチップスとなるとね、消費がね、大変ですから。本当はちょっと4個ぐらいいこう。これね、100円なんですよ。だからもうちょっと4個ぐらいいっちゃおうかなと思ったけどさ、やっぱり。やっぱりさ、消費というね、私が全部消費しなければならないというのがありますから。有名な選手しか入ってない、いや普通に入ってますよ。2袋で梶谷選手の同じカード2枚で、そんな、逆に引き強い。そう、ポテチ洋服、まあ、ちっちゃいんだけどね、これ手のひらサイズ、手のひらでもないけど。推し選手は、最近推し選手、周東さんですかね。最近乗りに乗ってる、あ、もう乗ってらっしゃるかわかんないけど、じゃん、引きが強いらしいです。ちょっとこれ選手見えるようにしてさ、しゃべろう。シュート選手のカード出たらテンション上がる、テンション上がるけど、私大体あのキラキラカード、キラキラカード なんていうのか分かんないけどキラキラカードを割と出るんですよ。だからキラキラカードが来ると思った、うまかった。
キラはすごい。キラキラカードはなんだっけな、なんか達成した選手とかじゃなかったっけ、わかんない。やったキラキラカードだーぐらいの認識でしかなかった。やったぜやったぜ。カードはね、お家に4枚ぐらいある。そうでもなんか、あー、ここにしまっとこうと思ってしまって、どこ行っちゃったか分かんなくなるんだよね、いつも。だからもう本当にカードホルダーを買おうと最近思ってます。クルトス先生さん、誰もありがとうございます。そう、最近はもうね、ずいぶん買ったのは買いましたけど、足の速い選手が好きやったら小学生かってなる。小学生かって。ペイペイドームって屋根開くの？開くよ。え、逆に他の球場って屋根開かないの？普通は開かないの？カードホルダー当たるまで開封動画。やば。カードホルダーってさ、何名様に当たるんだけど。書いてないな。欲しい。こっちは、こっちの緑の方は、ご希望の球団のカードセットをプレゼント。お希望の球団の2022プロ野球チップスや、プロ野球チップス第2弾のレギュラーカード6枚とスターカード2枚、合計8枚をのカードセットプレゼントいたします。って だってさ、人数は決まってないんでね。でも確率は高そう。高そうじゃない、低そう。引きました。プロスピとかでやってない。そう、ゲームね、あんまり本当に私ゲーム入れれる容量がないの、正直に言うと。床が外に引き出されます。床が外に引き出される、すごっ。あ、いいね。色はチームの色ですね。ちょっとオレンジっぽい黄色がホークスイエロー、これがタイガースイエロー、これベスターズブルー、 DNA ですね。これライオンズの。ラッキーカードの確率も70分の1。あ、そうなんですね。サトテルいいね。サトテル、さっきからサトテルって言ってるけど、そんな略し方するの？
やっぱね、開ける瞬間がいいよね、こういうのって。なんか小学生の時もさ、同級生がすごいなんかプロチ開けてたわ。現役過去含めて一番好きな選手誰？でも結局マッチ、結局松田選手説はある。熱男を待ってる自分がいるもんね、やっぱりね。いいよね。しかもさ、プレーキューチップスってさ、小学生の野球部のお小遣いでも買える値段だからさ、やっぱみんなが集め、野球部がめっちゃ集めてた。そうなのよ、だって100円でさ、選手カードついてきてさ、裏にもさ、こんな書いてあってさ、で、しかもさ、チップスも食べれるんだよって。デスパイネは、デスパイネもね、待っちゃうよね、デスパイネ。待っちゃいますよね。ほんならプリン食べますね。はい、チップスはあの後にスタッフ兼川原美咲がいただきます。なぜかどうしてもプリンが食べたかった。やっぱり九州の人なのね。何が？ギー高見、やっぱギーさんいるのといないじゃ違いますからね、だいぶ。やっぱりギーさんいるいないでね、かけどころが違いますからね。いただきます。フォークス好きだから。なんかちっちゃい頃からお父さんが応援してるからだと思います。多分お父さんてか周りがみんなフォークスファンだったから、なんか気づいた時から野球を見に行ってました。あ、いただきます。うん、昨日フォークス見に行ったんだけどギータ出なくて悲しく、あ、ね、あれですね、ギーさんがスタメンじゃなかったですね。なんかあったのかな。なんかクリームプリン、始球式やって、めっちゃやってみたい。オリックスの山岡投手、へえ、めっちゃ目が乾燥する。でも千賀さんもすごいいい人で、そう、以前あのイベントでねご一緒させていただいたんですけど、すっごいあの優しい方で、やっぱりね今のフォークスはね、もう千賀さん頼む、千賀さんって感じだから、すごい応援してます。つむじ風さん、宝石ありがとうございます。新入社員の頃、上司先輩全員がジートジャイアンツ
負けた日の翌日一緒に機嫌悪くなって、それはつらい。千賀さんはすごい投手ですよね、本当に。私なんか語ったら申し訳ないぐらいすごいすごい選手。なんて言うんだろうね、なんかこう、うん、なんて言うんだろう、高校時代の今宮健太めっちゃすごかった。ああ、それはね有名だね。韓国でソフトバンクだとイデホ、ああイデホさんはすごい素晴らしい選手ですね。もう。出ますよ。うんうん。以前あれだね、以前 DH ポジションにいましたよね、確か。大体。東野投手もめっちゃすごい。千賀さんから打った村上選手のホームランはびっくりした。え、村上選手も本当にすごいいい意味で化け物でいらっしゃる。本当にだって満塁でフルカウント満塁でホームラン打ったでしょこの前。本当にできないよね、なかなか。100対100の投票で、あ、101人がいる投票、違うわ、201人が参加した投票で、で100に分かれて自分の最後の一手で、その結果が決まるのと同じぐらいのプレッシャーだと思う。いや、シンプルにホークス華やかしいよね、なんていうんだろう、華やかしい。池田翔太のナックルカーブを浜下で見たが、あれは人間には打てないと思う。でも投手陣が素晴らしいんですよ、ホークス。満塁の時の打率が6割。え、そうなの？いや、私さ、そんなにさ、こう、他球団をめっちゃ知ってるタイプじゃないから、あれだったけど、うん、あれはすごいと思った、普通に。マイネロはなんかなんて言うんだろう、こう千賀さんとかがバーって投げて、で最後にマイネロさんとかがバチコーンって止めてくれるイメージ。ラストに投手戦と打撃戦どちらが好みですか？打撃でしょ。え、でも佐藤輝明さんは知ってるって知ってるんですよ。別に有名じゃないですか、この方。そう。
通に有名なのは知ってます。ホークスはそう、打撃もすごいですね。今何位だろう。セパ順位。あ、今1位。で、楽天との差が 0.5、西武との差が 3.0 です。でも昨日負けましたよね、確か。だからちょっと危うい。昨日ね、そう。ロッテに打たれて、リアード選手のスリーランで4点を先制され、そのまま迎えて、しかも8回に中村選手のソロが出てっていう、もうねすごい負けた。普通に負けた。この日はちょっと D さんがいなかったんですよね。割とちょっとあれでしたね。割とちょっとあれでしたけど。明日はない。7月1日からパ・リーグ西武戦です。 0.5 なんです。危ういよね。危うい。そう、明日はね、ない。そう、0.5 なんすよ。すごいな。セリーグはヤクルトが上っすね。だって 2位の巨人と 11.0 も差がありますから、すごい。今年はヤクルトかな、セリーグは。J1 ね、なんと私じゃない、なんとね、サガン鳥栖6位です。なんとすごいね。意外と強ないね。11もあったらちょっと西武に何度か勝てればね。なんとして今6位なんだ、すごいな。すごいな。
え、J1 も今あってんの？なんか見るところがないからさ、見れないけど。いい若手選手がたくさんいますからね。私の友達の友達とか いそう。狭いですから世間は。パリーグはソフトバンク、セリーグで推し球団って言われたらどこ？広島か阪神。影響されてる。でも誰だっけな、阪神のファンの方かオリックスのファンの方がめちゃめちゃ面白いって有名でになってる一瞬。なんかあのモニターがあるじゃないですか。モニターに映るファンの人たちがめちゃめちゃおもろいって一時期すごいバズったのが確か関西方面の球団、関西方面の球団か、もしくは関西であった試合。阪神だった気がするな。めっちゃおもろい、なんかすごい、なんか10回に1回は勝てって書いたタオル持ってる人とか、誰だっけな、すっごい面白かったですよ。うん。でファンのファンになったよね、普通に。オリックスだ。オリックス、あのプロ野球、オリックスと阪神ですね、やっぱり。オリックスファンがあのモニターに映った時にこう出すフリップがすごいおもろいって言って有名なんで、ちょっと見てみてください。プロ野球観客面白いとかで調べたら出てくるんで。そう、あと阪神の読売ジャイアンツ煽りみたいな煽りをしてる会場を撮ってる人もいる。うん、めっちゃおもろい。特になしっていうフリップ持ったり。
おもろいよ YouTube。 そう、観客の方が上げてらっしゃるんですけど、そう、しかもね、言うて思ってすごい思うけど、自分の推し球団じゃなくてもやっぱりプロ野球って見るの楽しいよと、うん、いや、ゆうきが見てれば分かるわ。それはゆうくんもわざちゃんも喜ぶんじゃないでしょうか。やっぱりセパで違うから、3日間だけその映像配信が見れるアプリがあったんですよ。そうで、それを渡るさんから教えてもらって、いや、渡さんカープ見てたから、私も一緒にその映像を見てたんですよ、カープの試合を。だからホークスじゃないけど、やっぱ面白いね。ずっと見ちゃいますよね。自分がさ、推してる球団じゃなくてもプロ野球って面白いなって思う。ちょっとお腹いっぱい。つば九郎の巨人に対するやつも今度見てみて。つば九郎さんおもろいっすよね。つば九郎さんと、私ね、キャラクター界で言ったらハリーくんはトップなんだけど、ハリーくん、ハニーちゃんはトップなんだけど、あのハリーくんとドアラがバック転対決をするんですよ。ドアラと一緒に出てきた時に、たまにそう、なんか終わった後がいつだっけな、始まる前かな、そう、ドアラっていうのはあのドラゴンズの キャラクターなんだけど、私もね、ドアラとホークスの関係がすごい好きです。もうぜひドアラとハリ、ドアラハリーホークでし、ドアラハリーくんとかで調べてみてください。 YouTube であのファンの人が撮ってったりするんだけど、そう、なんかハリーくんがお兄ちゃんでドアラが弟って感じの関係性がすごい好きで、めっちゃおもろいな。
そう、よくね、バク転失敗して、で、ハリー君に担がれて退場するみたいな。ドアラね、そう、キャラクター界で行くとハリードアラがめっちゃ好きです。私はマジで可愛いから調べてみて。あのコアラのキャラクターなんですけど、もうね、とにかく自由、本当に。いや、わかる。ドアラとツバクロとホークス、ホークスじゃない、ハリーくん。ハリーくんはシンプルに好きなんだけど、ハリーくん抜きでどれが何が好きって言ったら、私はもうドアラとツバクロが一番好きですね。めっちゃおもろい。うん、もうお笑い芸人でも入ってるんかって言われる。面白いね。やばい、めっちゃお腹いっぱい。見てて癒される。わかる。なんかさ、なんかやっぱり自分が応援してる球団が負けてたりとかさ、危うかったりしたら、なんかもう、うわーやば。うわーやばいなーってなるけど。そう、でもやっぱりキャラクターが途中に出てくると、もうなんかどんだけやばくてもすごい癒されるし、すごい笑っちゃうよね。つば九郎と何だろう、何が好き。で、私はソフトバンク内で行くと、やっぱハリー君かっこいい、普通にかっこいいし、そう、あのファミリーもね、すごい微笑ましくて、そう、微笑ましくて、そう、すごいね好きなんですけど、そう、ハニーちゃんっていう、お兄ちゃんも可愛いですけどね。
あのお子さんがいらっしゃるんですよ。お子さんというか、お子さんじゃないけどなんか姪っ子。そう。そう。ハックとハリーホハリハックとリックとホックみたいな名前の、その子たちがすっごく可愛いんですよ。あと私があのいつもね、キュボックス始まる前にずっと会場でなんか遊んでるフーさんっていう風船のね、あの 7階にこう風船をこう若隆軍団と共に揺らして飛ばすっていうのを前あったんですけど、それのキャラクターなんだけど、風船のキャラクターすごいね、目がバッキバキなんですで、しかもなんか多分こう風船みたいなこういうキャラクターな、こういう形なんですよね。だから風に煽られたりとか、風にというか煽られたり、あのドアがこうあって、ドアに引っかかりながら、ドアに引っかかって倒れたりとか、なんかこすぐこけたりとかします。うん、だからめっちゃおもろい。しかもその後をついていく古風さんっていう、なんか大トトロ小トトロみたいな感じの、トトロみたいな感じの割合なんですけど、そう、後ろをずっとね、後ろをずっとテクテクついていくんだけど、すごい面白いですよ。初見です、ミオミオちゃん、ありがとう。そうだからマジでオールスターに行きたかった。もう私はその時はいないですから、いいなと思ってた。だってこんなさチャンスでないのに人生で一回はオールスターを見に行くのが私の一つの夢です。オールスターってマジで秒でチケット売り切れるらしいからね。私こういう活動とかさ、部活とかも、学生の頃も部活とかもあったからさ、事前の予約があんまり、事前の予約とかあんまりできないんだけど、そうだから、あ、行けるかもと思ってチケット見たらね、もう売り切れですよみたいなのこととかよくあるんだよね。ね、一回は行きたいよね。なんか愛媛のやつもね、もうすぐ売り切れるだろうっつってた。あれもう終わってんだっけ、チケットは。もう即売り切れたみたいなことを言ってたのを聞いた気がする。あと人生で一回はビールの売り子さんやってみたい。関係者席で行けそうだけど、いや私シンプルにね、愛媛にその時いないっていうね、悲しい事実。もう7月1日で終わるので、だから東京とかで
東京とか関東とか、まあ、行ける範囲内。そう、東京とか関東とか、それこそ福岡だったりとかでもし会って行けそうなら行きたい。やっぱりオールスターのためにね、旅行する人ってすごいなって思いました。まあ当たったら行くよね。さすがに当たったら行くんだけど。でもリコさんとかやってみたい。まあね、チャンスはね、まだ人生始まったばっかりだしとか言いながらも、あとこのもう20歳ですからね、この人生をあと4回ぐらい、あと 4,5 回したらもう100歳ですからね。4,5 回したらもう100歳ですから、早いですね。もうだって20年生きてきたわけですけれども、シンプルに早すぎる。オールスターっていつだっけな、7月の20何、何日とかだよね。なんか平均寿命がだんだん伸びているから、あと70回でぐらいできるさ。え、70回で何年か知ってる？大丈夫？70回だと140歳まで生きることになるけど大丈夫？私そんなに生きなくても大丈夫。あの140歳まで生きてたらすごいけど、まあね、医療は進歩していきますからね。とか言いながら120歳が普通に平均寿命になったりするかもしれないから。140は体が持たへんと思う、普通に。そんなあれですよ。140歳はさすがにもういいってなりそう。もう生きた生きたって、もう生きましたよってなりそうだわ。40歳はね、さすがに7月26ペイペイ、27松山。はあ、惜しいね、本当に惜しい。
当に惜しいと思う。138歳ぐらいにしときね。ぼっちゃん球場に来るしか。普通に泣きたいけど。ともさんハートありがとうございます。梅雨明けたね。え、梅雨さ7月ぐらいまでなかったですか去年。え、去年普通に、え、梅雨こんな7月まであったっけって言ってたのが頭の片隅にあるんだよね。そうだから、え、早くないって思ったね。早いよね。てかしかもなんか梅雨らしい梅雨はしてないし、だってすっごい晴れてましたよね言うて。最近異常だよね。やっぱりそうか。去年はさ7月の終わりぐらいまであったの確か。7月の終わりぐらいまであって、え、待って、梅雨ってこんな長かったっけ。え、7月の頭で終わる予定じゃない普通みたいな。7月のこんな時期までなかった気がするんだけどみたいなことを言ってたんですよ。そう、雨が本当に降らなかった今年は。そうだから農家さんとか心配ですね。普通にもう水が、台風が多いかもしれない。あー、それはそう。あ、そうだ、台風が7月ぐらい終わりぐらいまであって、もうなんか梅雨か梅雨じゃないかみたいな狭間をこうずっとやってたんだよね。水不足が心配、間違いない。お野菜も高騰しそうだわ。台風は嫌ですね。本当に台風嫌だ。九州人だから慣れてるとはいえ、じゃあ今何分？台風で避難したことある？え、ない。てか普通に台風でさ、なんかさ避難してくださいって言うけどさ、台風の中避難できないしって思ってた。いつもいつも小学生の頃めっちゃ思ってたね。なんか台風の中急いで避難してくださいみたいな、なんか学校の先生からさ、台風の夏休みじゃない、普通に明日は台風で学校休校ですみたいな、で危険が迫ったらもう普通に学校も避難所として使えるので、あの避難してきてくださいねみたいな。でもなんか台風の中避難できなくないって思ってた、ちょっと。やっぱものすごい台風だったらできないけど、まあね、カッパを着てなんとかならできるよね。大変です。あー、地震ね。私でもなんて言うんだろう、九州地震も多いんだけど、なんか逆になんて言うんだろう、まあ最近関東とかもね多いですけど、九州なんかやっぱり地震多いなって感じるし、だからこそ準備はしてますね。もうこれ持って逃げるだけみたいな準備はしてますね。とりあえず、そう。
でも逆にこうちっちゃい頃から経験してるからこそ冷静になれる。あ、今なん、あ、揺れてる揺れてるってなって一旦落ちてくるものがないか確認して、で倒れそうなものを一旦確認しつつ目で。でやっぱテレビとかってさ倒れてくるじゃん、だからテレビを若干押さえつつ、でもいつ来てもいいように固定はしてますね。壁に固定したり、やっぱね慣れてると冷静になれるから落ち着いてますね、すごく。そう、私も割とお家じゃなくて普通に一人の時にこう地震があったりとかもするんだけど、冷静な自分にびっくりしたよね。とりあえず逃げる場所確保しとけば大丈夫だと思います。あと落ちてくるものがないように、実際さお水とかを持ってさ全力疾走はできないからさ、そう持ってくものも限られるよね。とりあえずドアを開けて、ドアはこうね傾いたら開かなくなるパティーンがありますから、とりあえずドアと玄関のドアを開けて、やっぱ水ないのは困るから、前日のお風呂はね次の日に流すとかなのかね、本当はいいんですけど。南海トラフ怖いです、確かに。けどあのさ、なんだっけな、なんかさ何年後の未来みたいな本あるじゃないですか。あの私が見た未来かな、私が見た未来、みたいな本、たつきさんのやつ、たつきさんがすごい、あのすごい万全に準備をしていたおかげでそんなに被害はなかったっていう夢を見たよって言ってたから多分大丈夫だと思う。そう、準備を万全にしておいたおかげで、日本がそういうおかげで死者もなく被害もめっちゃ起こるっていうわけでもなかったみたいな夢を見たらしいんです。だから注意はしつつですね。やっぱ多いですからね日本は。経験から、もう私がすごく言いたいのは、台風の時の窓の養生テープは早めに剥がせ、これです本当に。あの台風の時にね養生テープを皆さんね窓にこうバッテンと十字となさるかもしれないんですけど、そちらねほんの
この2週間くらい置いちゃうと、もう剥がしたらベトベトになりますから、ベトベトではないな、私はね剥がしたらこう、あのなんか なんていう粘着の部分が固まってて、すっごい剥がすのに苦労したんで気をつけてください。うん、それは本当に思う。もうすっごい、なんて言うんだろう、すっごいね、もうなんか大掃除みたいな感じの、もう下にも新聞紙引いてガリガリってやったやつが落ちるように、あともうなんかその剥がすスプレーみたいなの買ってきて、それ剥がすスプレーをシュッシュッシュッってやって、でも なんていうんやろ、あのハケじゃない、なんかさ学校とかでさこう剥がすやつあれじゃないですか、なんか黒いやつを、ああいうやつをあの窓に傷つけない方法を選んでこうガリ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 やって剥がしました。全力で。そう、すぐ剥がせるっていうね。そうですね、養生テープもすぐ剥がせばすぐ剥がれるんだけどね。うん、すぐ剥がせってことですよね。だからそういうこと。じゃあランキングでもいいですか。キングを読みようかな。あ、間違えた。ランキング見まーす。先週は休みだったので行くね。ありがとうございます。それだー、あ、バブクさん、チェリーラスカルさん、あじさい、あじさい、そしてともさん、ハートかわいい、スタンプ、お邪魔パジャマさん、つむじかさん、宝石、バブクさん、ホタルとあじさい、ありがとうございます。じゃあランキング見ます。13位、アメさん。12位、お邪魔パジャマさん。11位、ズーリンダルマさん。10位、シュンゴさん。9位、ジオクスノーさん。8位、カキヒロさん。7位、ジャリングさん。シンガポールミューディ。6位、ユーマさん。5位、MT ズララさん。4位、ヒサシさん。3位、アノネさん、ミツが最高。2位、つむじゃがでさん。1位、いっちゃんさんでした。ということで、本日もありがとうございました。3065人ありがとうございました。終わります。シーシー、ありがとうございました。夜まで。では